今週のオタク満足度を発表していきたいと思います。まずは個人動員から劇場仮面女子がちょっといない時があったんですけど、そういう時候補生ちゃんたちがすごく盛り上げてくれたりだとか、すごい仮面アリスプロジェクト全体でパーメスを盛り上げることができて、今週もいい1週間になったと思います。投票してくれた方ありがとうございます。全国ツアーでなんかたくさんの新規の人とかで私のことを知ってくれて、パームスに今週来てくれたりとかしたんで、もっと仮面女子のことを知ってもらって埼玉スーパーアリーナ成功させたいなって思います。はい、ありがとうございました。ユニット動員を発表していきたいと思います。来週トリオを飾るユニットは仮面ユニットの中の1位はやったー、ありがとうございます。ママがやったはい、ありがとうございます。ありがとうございました。そして4位のユニットがスチームガールズ。すごいじゃん。次の週はもっと動員が増やせるように頑張っていきたいと思います。今週も全国ツアーの真っ只中でアリス10番が仙台に行ってきまして、でね、その翌日からはアーマーガールズが大阪、名古屋と京都も行きます。京都でみんなでいっぱいこうプレゼントを用意してみたり企画を用意して、まあ、見事ね、たくさんの方が来てくれて大成功に終わったので、本当にアーマーガールズとしてももう 何枚も皮がむけて成長ができたライブだと思います。なっなイエス楽しかった。次のツアーはどこの誰でしょう。山中湖です。山中湖、そうだ、そうですね、フルメンバーで、フルメンバーで山中湖からの金曜日、新潟です。次の日新潟です。新潟、新潟が先でした。いよいよ仮面女子が新生仮面女子に生まれ変わります。なるメンバー挙手。はい、おい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 、だいぶベテラン感が仮面の儀もあって、あとはその本当に仮面女子の曲をやっぱりスチームガールズとはまた違うので、やっぱ足を引っ張らないように、まあ、自分らしさも出せるように頑張りたいなって思います。明日からまだまだシルバーウィークが続いていきますので、劇場もしくは外部のライブでね、たくさんの方に私たちのことをちょっとでも気になっていただけるように、興味を持っていただけるようなライブをして、うん、毎日楽しい場所にして盛り上げていきましょう。はい、はい、今週もお疲れ様でした。お疲れ様でした。今週のスラガ劇場のオタマンランキング発表します。第1位はあやいまも。火曜日に動員のことでもうめっちゃ悩んじゃって泣いちゃって、でもなんかツイッターとかで呼びかけたらみんな来てくれて本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。おめでとうございます。というわけで今週もお疲れ様でした。お疲れ様でした。1週間ぶりのご無沙汰をしております、松木です。お母さん見てる、お父さんも見てる、夫婦で見てね。さて今週のパームスはこんな感じだよ。ほら来た、すごいよ。遠征とかまた行っちゃいますからね、やばいね。そして仮面女子新メンバーが入ってやっちゃうよ、やばいね。ということで今週もみんな遊びに来てね、待ってるよ、バイバーイ、元気元気。
あ、今日は元気そうじゃないか。いいよ。バイバーイ。